この子。俺の知り合いだ。すまんな、こいついつもこんな感じなんだ。変なやつだが紹介しとく。こいつはポリスエレイ、俺んとこに居候しているただ飯ぐらいだ。おいおい、その紹介はないんじゃないの。事実だろ、他になんて紹介すればいいんだ。変な名前のやつに言われたくないね。な、名前のことは言うんじゃねえ。メリーゴーランドだもんな。言うなって。変な名前。てめえの名前だって名字だか名前だかわけわかんねえんだよ。おっさんに名前呼ばれても嬉しくもなんともないから適当でいいよ。おっ、おっさん。おっさんもやめろ、俺はそんな年じゃない。見た目老けてる方が悪い。武将髭なんとかしたら。その三つ編みもわけわかんない。おしゃれで。名前と同じでセンス最悪。悪いこと言わないからやめといた方がいいよ。しみじみと言うな。しみじみしちゃうくらいのもんなんだよ。だよな。お前ら、会ったばっかりで結託するなよ。何？焼いてるの？この子、あんたのじゃないんだろ？俺はボリス・エレイだ。あんたは？覚えた。俺のことはボリスって呼んでくれよ。こちらこそ。こいつに騙されるなよ。こいつに気に入られると面倒くさいぞ。騙したりしないよ。めんどくさくもないね。
いいだろういいだろう。よくなくないよくなくない。そう言うなって。せっかく遊園地にちょくちょく来てるんだ。遊ばないと損だぜ。よくないって。欲しいな。じゃあ遊園地で遊ばないのは良くないってことで俺と遊ぶの決定。はいはい行こうぜ。どうしてそんなに嫌なの？は？そういうの苦手。なんか可愛らしすぎるっていうか、ゾワゾワってくるんだよね。でもあんたとは遊びたいんだよね。せっかくだし遊ぼうぜ。間違ってもメリーゴーランドに乗ろうとかいうチョイスはしないから安心しろよ。でも楽しませてやるって。俺と遊ぼうぜ。遊んでも楽しいだろ。器用だから。
用なんだ。じゃあ俺と相性バッチリだな。俺器用だから、あんたが不器用でもフォローしてやれるだろ。バッチリバッチリ。てなわけで、器用な俺がサクサク遊園地攻略してやるから、黙って俺についてこい。遊ぶの楽しいだろ。楽しいって言ってたのになんで嫌がるんだよ。楽しいだろ。大丈夫だって、俺って器用だから。当たって砕けろだ。壁にぶち当たって人は成長するものなんだぜ。痛い思いをしてこそ人は。俺たちで新たな伝説を作るんだ。次に行くアトラクションまでは遠いんだぜ。しんたら歩いてたら時間食っちまう。こうしてるとしんたら歩いてるやつ跳ねたくなるよな。よし、飛ばすぞ。気づいたか。実は改造しちゃったんだ。すごい。ほら、俺って器用だろ。
泥臭いマシンって我慢ならなくてさ。性能、マシンに求められるものは性能だぜ。風になるんだ。何言ってんだよ。俺が車買ったら一番に乗せてやるぜ。バッチリ改造して最高の走りを体感させてやるぜ。つうか改良だ。いい感じの走りになってきただろう。そこんところも改良したから。前まではコントロール効かない感じだったけど、今は。今はエアバッグつけたから、ぶつかっても安全だぜ。コントロールはまずまずだな。大丈夫だって、俺らは安全だから。
企業だからね。飛ばすとスカッとしない？楽しかったな。何のこと？俺が遊びたかっただけだよ。俺、夜の遊園地が好きだな。ライトアップされて昼より綺麗だろ。なかなかいいもんだろう。遊ぶところも多くて楽しいし、こうしてゆっくり見て回ると綺麗だ。夜景がよく見える場所があるんだ。連れて行ってやるよ。って言っても一時休養って感じ。斬新なアイデアを生み出すためにもちょっと間を空けて。何？また乗りたいの？すぐに？だったら今からでも。遠慮すんなって。ハマっちゃったんだろ。
移動手段としてだけじゃなくて純粋に走りを楽しめるだろ。それ自体がアトラクションとして追求しがいがある。あんたがそのつもりなら俺だって理性という名のブレーキを解除して究極の走りを。これでただのゲームだよ。しかも見てるだけなんて退屈だろう。新作アトラクションは次の時間帯からだっていうし、あんたに見せてないところっつったらここぐらいだから連れてきたけど、あんたってば自分はやらないで見てばかりだよね。俺はあんたと遊びたいのにさ。すんなって。でもこんなのやりに来るやつほとんどいないぜ。本物撃った方がいい。そう、本物。偽物なんてかっこ悪いだろう。従業員のやつらは練習がてらたまに遊んでるみたいだけどね。やっぱり練習より実践だよ。じゃなくて本物を撃ちたいところなんだけど、的に穴開けるとおっさん怒るんだよな。
でもさ、こいつの方が断然扱い慣れてるんだぜ。え、なんでだよ。あんた変わってるね。偽物の方が好きなんだ。でもそういうのは見てから言えって。俺はかなり手をかけてて。いろいろコレクションもあるんだぜ。あんたにもそのうち見せようと思ってたのに。本当に？ちっとも。俺の部屋にはこれ以外にもたくさんあって。さっきのやつの景品、高得点出すともらえんの。あんたにあげる。うん、俺ばっかりゲームしてたからそのお詫び。どういたしまして。そんなもんだ。あんたも来いよ。ちょうどこれからやるとこだ。従業員のやつらとはあんたも顔見知りになったろ。身内の飲み会だ。遠慮することないぜ。職場の飲み会ってな感じで。問題ないって。あんたも来なよ。いいだろ、おいでよ。あんたがいた方が楽しいに決まってる。ああ、いっつも同じメンバーってのもつまらねえ。
別ゲストだ。宴に花を添えてくれ。固いこと言うなって。伸びの時は別だぜ。ブレイコーだ。他の店ってわけじゃないからな。多少はハメを外しても他人に迷惑はかからない。では次のボトル開けまーす。ヒューヒュー。ボトル開けるのにヒューヒューってのの意味がわからないです。ヒューヒュー。意味がわからないです。とにかく開けます。あいつら普段から元気だからね。酔うとさらにうるさいのなんのって。こっちにもビール追加しますよ。あ、そっちのおつまみください。おつまみおつまみ、ヒューヒュー。だから意味が。じゃあヒュルリラヒュルリラ。意味がわかりません。意味などありません。楽しい響きだろ。まさしくブレイコーって感じだよな。いる？こっちのつまみも食ってみろよ。今出てる中じゃ一押しだぜ。言ったろ？あんたは特別ゲストだからな。そうそう、ゲストはおもてなししなくちゃね。同じメンツじゃ飽き飽きだよ。来てくれてよかった。
今からショータイムです。1番お始まったな。うわ、またかよ。飽き飽きすること。1番打ちます。2番も打ちます。ヒュルリラヒュルリラ。飽きたよもう、同じメンツでこんなの。特別ゲストなんだから、あんたは打たない？まあ、新しい風を吹き込んでくれよ。お、へえ、やるの？やる？まあ、あんたゲストだ。見せ物にならなくてもいい。それより、俺の番には期待しとけよ。あんたがいるってんで、今回は特別なナンバーを。冗談だろ？しろって。おっさんの歌なんか聞かされたら酔いつぶれるまでもなく全員ダウンするだろ。おいおい、なんだよその言い草は。余興の大鳥と言ったら俺だろ。全員撤収した後で一人でやれよ。それじゃ余興の意味がないだろ。幸せだぜ。あんたのために演奏するからな。存分に堪能してってくれ。悪酔いするからやめとけって。
いいところに来たな。こっち来てついてくれねえか。やめときなよ。酔っ払いのおっさんにセクハラされかねないぜ。セクハラだと？誰が？つうか俺はおっさんじゃねえ。今の発言とかかなりおっさん臭かったって。そんな酒臭いおっさんはやめて俺の隣に来なよ。そういうお前こそちゃっかり何する気だよ、猫のくせに。猫なんだから猫らしく甘えてるんだよ。俺はおっさんと違って酔っ払ってないぜ。嘘つけ。お前もだいぶ飲んでるだろうが。まあ座りなよ。ほらほら。そんなことないぜ。たまにだからストレス発散になるってもんだろ。しょっちゅうやってちゃかえって飽きる。今の時点でも飽き飽きだよ。だいたいちっともストレス溜まってそうに見えないけどね、あいつら。私の担当です。お化け屋敷なんかよりジェットコースターですよ。私の担当の方が面白いです。ホラーハウスって言ってくださいってば。お化け屋敷でしょ。ホラーハウス同じじゃないですか。違います。ホラーハウスの方が高級感があります。お化け屋敷に高級感？お化け屋敷じゃありません、ホラーハウスです。ヒュルリヒュルリヒュルヒュル。ストレス感じてるように見えるんだ、あいつらが。遠慮すんなって、乾杯するだけでいいからな。
一杯くらい付き合ってやったな。じゃないとこいつらしつこいよ。そうこなくっちゃな。こちらの方にボトル追加です。よし、ここは俺がついでやるよ。ヒューヒューヒュルリラヒュルリラヒュルヒュル。だからそれだとお化け屋敷ホラーハウスです。大丈夫？大丈夫じゃなさそうだね。風に当たるんならこっちおいでよ。フラフラしてんのは危ないぜ。いつも強引？猫だからって。そっか、よかった。あんたって酔うと可愛いね。いつも可愛いけど。あんたって可愛いなと思って。
可愛くてもしないよ。すごく可愛いからしたんだ。怒らないでよ、かわいい。怒っててもかわいい。いや、怒るとかわいい。どっち？何言ってるの？かわいいのに、おかしなこと言わないで。キスしたわけじゃないだろ。許してよ。はい。だってあんた、猫がじゃれついたって感じじゃなく、キスだって思ったんだろ？今のなし、今のなし。違う。
だってあんただって困るだろ。さっきのがキスだったら俺なんかにキスされてもいいわけ。世界って結構過激なんだね。友達同士でもキスするんだ。それともあんたがオープンなの？こういうの寛容派なんだ。おいおい。挨拶だなんて、あんたの世界ってすごいんだね。キスが挨拶。じゃあこれからキスしまくっても問題ないんだ。でもなんか悔しい。あんたは友達とキスしまくってて。しまくってて殴りまくってるのか。過激な世界だね。してないだろう。
相手なんかいないよ。あんたが意識しすぎなんじゃないの？俺も過激にならなきゃって思ってさ。猫らしくじゃれついてるだけだよ。それより、ほら、遊ぼうぜ。ああ、遊んだ遊んだ。お腹すいたね。いいよな、ここの。こういうのなんかデートっぽくていいよね。一緒に遊んで飯食ってる。あ、でもあんたの世界じゃこんなのデートって言わないの。もっと過激なのじゃなきゃ。でも友達とたくさんキスしたり殴ったりしまくるんだろ。この世界じゃそれってちょっと過激だよ。でもじゃれ合いじゃない、猫とのキスも平気みたいだし。でもキスみたいだって思うのに平気みたいだったよ。俺もキスだって意識したら照れちゃったのに。あんたの世界じゃありふれてるんだろ。あの時と言ってること違うぜ。俺にキスされてもいいって言ったくせに。でも友達ならいいんだろ。俺とは嫌なの？
だよね。友達ならキスしてもいいんだろ。じゃあキスしようよ。キス。友達なんだからキスしよう。いいよね、友達だし。でもあれってキスみたいなのだろ。キスみたいなのってことはキスじゃない。友達ならしないと。じゃないと、悔しいよ。しないといけないようなものだよ。だってあんたの世界の友達に負けたくないし。喧嘩は良くないですよ。デート中に喧嘩なんてダメです。そうですよ、デート中は仲良くなくちゃいけません。だよね、あんたらもたまにはいいこと言うよな。たまには余計ですよ。いつもいいことを言っていますよ。遊園地のお兄さんとお姉さんですから。そうです、いいことばかり言っています。それもそれでどうかと。要はお調子者ってことだろ。違います。楽しく過ごせるよう模範となっているんです。分かっています、分かっています。デートなんですよね。楽しくデートしてください。喧嘩なんかせずに。分かってるならもう邪魔しないでよ。デート中なんだからさ。そうですよね、すみません。お邪魔虫は退散します。どうぞ仲良くごゆっくり。We'll be right back.
お邪魔虫を引き止めないでよ。これ以上邪魔されたくないだろ。何ってデートの邪魔、邪魔だろあいつら。友達でも何でも邪魔されたくないよ。俺はあんたといたいの。何のこと？今は？可愛くない？いただきます。ひどいよあんた。俺が猫舌だって知ってるだろ。なんでって、来ちゃった。心配してくれるんだ。大丈夫だぜ。
丈夫だって。俺ここの門番どもの友達だからさ、顔パスなんだ。知らなかった？今回は別件、ちょっと挨拶に来たんだよね。あんたのこの世界での家はここだろ。ちゃんと挨拶しとかないとね。あんたと付き合いがある以上はさ。そう、お付き合い。あんたと付き合っている俺が、あんたが世話になってる先に挨拶に来てもおかしくないだろ。おかしくなんかないって。やっぱ家の人に分かってもらってた方が何かといいからね。あんたと会いやすいってことだよ。でも俺としてはちゃんと認識されときたいんだよね。ブラッドさんって悪い人じゃないけど手が早いって有名だからさ。信用されてるね、帽子屋さん。信用とは違うと思うが、君にとっては好都合らしいな、おちびさん。ずいぶん上機嫌じゃないか。やあお嬢さん、君が門番たちの友人と親しかったとはね。なんだか意外な気もするが。ちょうどよかった、あんたに話があってさ。らしいな、なかなか面白そうな話じゃない。
君にしては珍しくご執心のようだ。猫が何かに縛られるとはね。この子、あんたのところで居候してるって言うからさ、一回ちゃんと挨拶しとくべきかなと思ってね。おお。それは関心なことだ。ずいぶんと牽制してくるじゃないか、おちびさん。心配しなくても君のものには手を出さないよ。わざわざこうして挨拶に来たのに免じて、そういう気になったとしても我慢してやろう。ん？ったく、これだから油断ならないんだよね、あんたってさ。じゃあまあそういうことでよろしくな、帽子屋さん。ああ、こちらこそ。お嬢さんをよろしく頼むよ。彼女は大切な客人だからな。またね、帽子屋さんと浮気しないでよ。ているとも、何も弁解する必要はないよ、お嬢さん。しかし、猫とはな。いや、君にそういう趣味があったと。
お姉さん、猫に懐かれてるんだって。ボスに聞いたんだ。ピンク色の猫がお姉さんにまとわりついてるって本当？なんだ。へえ。ふん、そっかそっか。じゃあボリスが一方的にお姉さんに言い寄ってるんだ。慣れてないの？ボリスってばダメダメ猫だね。情けないの。奇遇だったね兄弟。お姉さんに特殊な趣味があるだなんてボスの嘘だよ。でもよかった。さすがに友達を切るのは気が引けるもん。うんうん、誤解でよかったよ。お姉さんがボリスのものになっちゃうなんて見過ごせない。僕らだってお姉さんが好きなのにさ。抜け駆けなんて本当だったら許せないよね。そうそう、ボスの言ってたことが本当だったら猫狩りをしなきゃねって話してたんだ。やっぱり本当はお姉さんボリスと。てたんだぜ。あんたってばなかなか来てくれないんだもんな。待ちくたびれたよ。
それでも俺は待ってたの。ちっ、冷たいよな。もっと来てくれればいいのに。いいものをあげるよ。いいからいいから。はい。な、な、綺麗だろ。おっさんが新しく作る土産物の試作品を見ててさ、綺麗だったからあんたにあげようと思ってもらってきた。今空いらしてたんですね。どうかなさいました？ここへいらっしゃるなんて。ああ、それはありがとうございます。助かります。ここで大丈夫ですよ。放送もかけられますし、落とし物が届いていないか見に来るお客さんも多いですから。すみません、落
し物が届いていませんか？化粧ポーチなんですけど。すみませんが、あなたの持ち物だと確認できますか？イニシャルの入ったキーホルダーつけていますから。ほら、合ってるでしょ。ええ、確かに。それじゃ、持って帰りますから。せっかく拾ってくださったのに、すみません。今の方、よく遊園地にいらしてる方なんですよ。ええ、でも通っていらしてる理由が。その、どうやらボリスさんに気がある方らしくて。夜によくいらっしゃるんです。よく話しかけているところも見ますよ。でも近頃はなかなか話ができないってぼやいてました。ボリスさん、最近はあなたといらっしゃることが多いから。
よっぽど猫がお好きなんですね。猫ですからね。猫って人気ありますよね。そりゃもう猫ですからね。ボリスさんはもともと興味のない様子でしたし。そうですよ。ライバルにもなりません。そうです、他の女の子なんて気にしちゃいけませんよ。負けちゃダメです。いつからって何がですか？前からじゃありませんか。お二人の仲がいいのは。違いましたもん。今は雰囲気変わりましたよね。ん？ボリスさんがですか？でもあなただって違いましたよ。恋人同士って雰囲気でした。私たちカップルは見慣れていますからね。雰囲気でわかるんですよ。そうですそうです、隠しても無駄ですって。もうみんな知っていますから、隠さなくていいですよ。前と今とじゃ全然違いますよ。
何いじめてんの。俺がいじめ返しちゃうぜ。ですよ、言いがかりです。言いがかり？でも雰囲気が。あいつらに何言われたの？じゃあ何かされた？その方が許せないんだけど。あんたってさ、俺以外のやつとも仲いいよね。あいつらとかおっさんとかさ。面白くないよ。あの場であいつら撃ち殺さなかっただけ褒めてほしいくらいなんだけど。ふざけてなんかないよ。あんたこそごまかさないで。何の話をしてたわけ？言わないとこのままキスしちゃうよ。キスみたいなのじゃなくてちゃんとしたのしようとすると逃げるよね。あんたちゃんとしたのまだしたことない。そんなに嫌？俺とキスするの嫌だからされたくない。ねえ、
嫌じゃないんだ、俺にキスされても。じゃあしようよ。なんで？そういうこと言われると困るって言われてもしたくなるんだけど。子供とかにはよく寄ってこられるけど、何が言いたいのかはよくわからないよ。何を言われたのか知らないけど、誰に好かれようが関係ないよ。俺が好きなのは、謎々を出してあげるよ。久々にさ、いいだろ？すっごく簡単なやつ。謎謎答えて。俺が何よりも好きなものってなんだ？何より好きな女の子。ギブアップしちゃうんだ。
なるほどね。じゃあ答え合わせする？正解だろ。